けど結構泳いでる人がいる。2日目、今日はシュノーケリングのツアーに参加します。シャム島というところに船で行ってシュノーケリングスポット、あ、着いたって。今から船に乗ります。楽しみだね。島までは16キロ、船で20分ぐらい着きました。初めてちゃんと観光で旗についてる。確かにあのね、ピカチュウみたいなのがついた。池袋で掴んでみた。池袋ああいうツアーやってる人いるっけ。いるよ、近いよ。そうなの。こっちが海だ。船がいっぱい並んでる。ここ改札みたいになってんだ。このボートだって36円の、覚えとこう。ついに島へ向かいます。おお、進んでるやん。綺麗。なんか焼いたシーフードみたいな。あーと思ったらカニだ。ミッキーもどきだな。Don't cross the line. Okay, just swim from the line back here. 行ってきまーす。
みんなお疲れで船に戻って too tired yeah yeah we are all tired わーい、とっても綺麗なビーチに着きました。昼ご飯です。シュノーケリングが終わってお腹ペコペコだね。謎の草、ポテト、炒め物、これは何？なんか骨があるお肉、エビ、パテ、これは何？お肉、魚、魚じゃない、スイカ、うん、やったやったー、ハモクだハモクだー、イエーイ。ブランコみたい。サル。すごい、荷物盗もうとしてたね。食べ物でも入ってたのかな。すごいすごい、こんな細いロープ。すごいな。ああ逃げていった。Seen my twin brother Lucky missing his coat. It's funny just how easily a family can drift apart. I'm finally getting married to an angel in human form, but I still think about Nashville and staying in the background.It's always gone too fast, like a trip to the beach. いい一日でした。今からまた船に乗って帰ります。バイバイちゃんこ。バイバイ。